うまい、うまいよホムラ。うまうまだもん、ほっぺ落っこちちゃうもん。これはうまい。こんなうまいもん食ったのは120年ぶりじゃ。よかった、久しぶりの料理なので腕がなまってたらどうしようって思ってたんです。なまるどころか最高だよホムラ。でも不思議だもん、ホムラちゃん火を使うグレードも、さっき水道管ぶっ壊した時も火の力使えてたもん。そういえばそうじゃったな、あのカグツチとかいう帝国のブレード、あれもホムラと同じ火を使うグレードじゃったが、向こうはかなりパワーダウンしとった。それって珍しいこと？この世界にはエーテルっていう属性の力があるもん。火とか水とか風とか他にもいろいろあるもん。ドライバーもブレードもこのエーテルの力を源にするもん。で火は水に弱いもん。だからあのブレードの姉ちゃんは水バシャーンしてパワーダウンしたもん。でも俺とホムラの力は問題なく発揮できたぞ。全く衰えることなくな。どうしても？私の属性火じゃないので。もうもも、火じゃないのになんで火の力使えるも？それには結構複雑な事情が。どうしても？その複雑な事情すっごく興味あるも。それはその、やめろよトラ、ホムラが困ってるじゃないか。もう人には言えない事情ってもんがあんのだよね。ごめんなさい、そのうちお話できる時が来れば必ず。いいってそんなこと。さ、それよりニアを助けること考えよう。まずは町に出て情報を集めないとだもん。しかしわしらすでにお尋ね者になっているかもしれんからの。特にホムラは目立つ。ごめんなさい。大丈夫だもん、トラにいい考えがあるもん。メーレフ特別試験か。いかがなされました、突然のご来訪とは。前もってご連絡くだされば歓迎の催しを開きましたものを。あいにくその手のものは苦手でね、常に辞退させてもらっている。何をおっしゃいます、メレフ様ほどのお方、万全の体制をもって遇さねばネフェル陛下に顔向けできません。いかがでしょう、これより晩餐の準備をさせます。メレフ様にはそれまでの間。随分と早かったですね、到着は明日かと思ってたのに。か、カグッチ様。天の聖杯が見つかったのならば急がせもする。おかげで船のエンジンは整備工場行きだがな。天の聖杯？なぜそれを。何か問題でもあるのかね、毛福。いえ滅相もございません。聞けばイーラのドライバーを捕らえたという。どこに行けば会えるのかな。あてどのような。毛福君、どこに行けば会えるのかな。はい、すぐにご案内を。君がイーラの手配書の人相書きとは少し違うようだが。大違いだよ、誰だよそんな不細工に書いたやつは。確かにこれでは怒るのも無理はないな。何も喋んないからね。仲間を売る気はないと。仲間？見境なしに野弾砲の的にするのが仲間ってんならそうだろうさ。なるほど、いろいろと複雑な事情があるようだが、
私の興味はそこではないんだ。は？どういうこと？君と共に行動していたドライバーの少年とそのブレイド、私はそちらのことが知りたい。レックスとホムラの？レックスとホムラというのか。これなら私だってバレませんよね。ありがとな、トラ。さあ、兄貴の友達探しに行くも。どれどれ。到着。お付き合い願います。お宝回収。
よっと。